ゆいちゃんは急にあざとさ出してくるから心臓取られちゃうってさ。全然だってあざとさ取られてる。でも私あざとさ出しないで、うん、あざとさ出てますよね。でもね、出てんのって、うん、えマジで出してるつもりないねんけど。こういうところは全然可愛くないんですけどでもこうやってね、全部ね、なんかいじって笑、全部ね、このニコニコってクシャーって、それこそワンちゃんみたいな顔でね笑ってくるのとかね、可愛いですよね。いつあざといと思うの？言ってほしいんでしょ。ほら、あ、こういうとこですよね。こういうとこ教えて。そういうとこですよ。教えて。こういうとこ、めちゃくちゃ甘えたがりだから、実はヨリンさんって、あざといよね、ねえ、とか言って、そうそう、甘えたがり、あ、だってで、だからところどころやっぱ妹なんだなって分かりますよね。そやな、うん、妹お兄ちゃんに甘えへんもん。あ、そうなんだ。お家ではあんま甘えないのか。甘えへん、ママに甘えへん。なんか先輩あかりさんとかが来たらすぐあのなんか、あ、妹なんだみたいな、後輩なんだって思う。あ、なんか安心します。ほっとする、そういうことしてるヨミさんの方が。でもウーカさんとかにもたまに来る。あ、そうやな、ね、ウーカーみたいな感じとかもよく聞くし。そうやな、レイコとか。あ、そうやな、うん、確かに。なんかこう甘えれる存在がいなくなった。うん、そりゃそうですよ、減りますよ、うん、悲しか。彼もだからもう先輩メンバーいなくなったらどうしようって心配。どうなるやろ、うん、だから後輩今のうちにして、今のうちに甘えれるの探してだからもうありがたく感じます、こうやって先輩に。あんた後ろや、こういうとこです、こういうとこ